2022年5月10日 Mr.Children 30周年おめでとうございます。そしてありがとうございます。こんにちは、チュルカンです。ということで、ついに記念すべき日がやってまいりました。祝っても祝い尽くせそうにありませんが、僕はだからミスチルが好きということで、Mr.Children の好きなところを30個心を込めて伝えたいと思います。では早速一気にいきます。だからミスチルが好き30選。Mr.Children というバンド名の破壊力、アーシャが全部かっこいい、絶頂期に活動休止などドラマがある、自分に作ってくれた曲じゃないはずなのに共感してくれる、恋の終わりを寄り添ってくれた、感動のライブアレンジで楽しませてくれる、新曲を初めて聴く時のドキドキ感、ハプニングを楽しんでくれる、いつも大事なとこは残してアップデートしていってくれる、いろんな曲をカバーしたりで知らない音楽を教えてくれる、っていうかもう存在自体、桜井さんのトークの間、桜井さんの飛び抜けた作曲センス、桜井さんの歌詞が神か仏か、桜井さんの声が唯一無二、田原さんが発する一言の重み、真面目な曲を演奏する中系の表情、ムードメーカーのジェーン、ずっとこの4人でいてくれたこと、桜井さん以外のメンバーが桜井さんを何よりも信頼している、Mr.Children がいたから出会えた人々がいる、絶対に誰もが何かの曲で共感できる、音楽への愛、日常の中のファンタジーになってくれる、多くの人がいろいろな予想をして仮説を立てて考察をしていって言い合って、その歴史に色を足して楽しんでいけるところ、芸能、エンタメ、スポーツなど様々な著名人から愛されているところ、ここまでサポートしてくれた小林さんありがとう、桜井さんを産んでくれたお父さんお母さんありがとう、そのご先祖様ありがとう、もらいすぎた愛、自由、希望、夢、勇気。Mr.Children 30周年本当におめでとうございます。50周年まで元気で頑張ってください。必ず追い続けます。